はじめまして、アイリです。この度 YouTube を始めることにしました。パックってどのくらい、でもただいつも思うのは、だいたい3分っていいじゃないですか。パックもうスチーム浴びてる時ってなんかこう乾燥がね遅すぎて、なんかどんだけしたらいいんだろうって感じで、まあ、もういいかな、とりあえず終わります。でもなんかでもスチーマーが終わらないで、まだスチーマーは続きます。なんか私的に、なんかスチーマー終わらないイコールなんかもうちょっとやりなって多分言ってるっぽいんで、もうちょっとやります。どれやったらいいのこれ。めっちゃ好き。なんか初めてのスチーマー小学校ぐらいだったんですよね。私お母さんがなんかスチーマーってか美顔器飲んで、なんかえめっちゃ気持ちいい、これ気持ちいいってか、なんか匂いが好きなんですよ。めっちゃいい匂いしますよね、これ。あー、どんどんいい女になってる。いい女になってる。感じの気分になります。もういいかな。もういいですかね。でもまだスチーマーが終わらない。スチーマーが終わらない。次はね、私髪の毛はね、やらなきゃいけないですよ。私今髪の毛がめちゃくちゃ死んでて、もうなんか、ブリーチしちゃったらなんか、もう髪の毛死んじゃって、どうしようって。自分が終わりません。終わりません。飛ばしますね。はい。戻りました。次は髪の毛のコーティーに行きます。すごい肌が。あれ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 。肌あれ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 。肌があれあれ。したら次ドライヤーします。で、その、ちょっと見せたくて、なんかブリーチしたんですよ、私。ちょっと見て、驚かないください。見てください、これ。やばくないですか？これなんか私、髪の毛生えてきてるって思ったら、まさかの切れてる。っていう状況になってしまって、こことか、これ前髪か、じゃあこれも切れた。もうすごいブリーチもしない。オールブリーチしたんです。見たい方は私のインスタグラムで見てください。じゃあ行きます。こうなんか、やばい。なんか。私ずっとドライヤーしない、なんかしない系だったんですよ。なんか昔元彼に、なんか、その濡れたまま寝ようとしてたら、なんか、ドライヤーしないみたいな言われて、ドライヤーするのみたいな。それで今、しゃあない。ちょっといやいややってたって感じ。基本ドライヤーしなかったんです。でも最近、その、ブリーチして髪の毛死んじゃって、あ、これやらなきゃいけないんだ。あ、はぁはぁはぁって感じで。最近、髪の毛のケア、頑張ってます。まあね、これはね、タックはまあ、顔のパックはなんか、その食べ過ぎた日とか、たまに、ちょっと、なんか姫ごっこしたいみたいな、そういう時にしかやらないけど、いや、姫ごっこの日は泥パックもしちゃうから、なんか、うん。なんかそういう、なんか女子力上げる系や、みたいな、をやるんですけど、基本は、そんなしませんよ。でもドライヤーだけはもう最近、毎日続けられるように頑張ってます。ちょっとどうしよう、なんか、その、カメラの位置が、多分ここがカメラなんですね、ここが。でもどうしてもこっち見ちゃうっていう自分がいるんですよ。自分が映ってるとこ見たんで、なんかそれはまあ、多分そのうち、改善していくんで、まあ、いいでしょう。はい。はい。はい。全然自分のない中でごめんなさい。なんか、とりあえず片付けちゃったら、まあなんか、この動画見ていただいて、同じ年代経歴にしていただけば、多分、いいんじゃないですか。そしたら髪にオイルをつけていきます。まあ、このオイルはね、なんかね、いただきました職場の方に。すごいね、美容のね研究家がいるんですよ、私の職場に。その人がね、この髪の毛の私のこのちぎれたこの、やばくない、このちぎれた髪の毛のそのケア方法も教えてくれて、その毎日やってます。もうなんか筋膜ローラーとかもその人に勧められて、めっちゃいいですねとか、どんどん買っちゃった。そのうち紹介するんで。はい、髪の毛にね、10分ぐらい時間注いでますね。シャンプー入れて。はい。そしたら、食べ過ぎた日の何のルーティンが終わりです。